カロヤン・アセンは、第二次ブルガリア帝国の皇帝。第二次ブルガリア帝国の建国者であるペタル4世と、イバン・アセン1世の弟。ブルガリア皇帝の権力と帝国の地位を向上させ、十字軍国家、ラテン帝国との戦争で成功を収めた。カロヤンという名は、善良なヨハネもしくは、寛大なヨハネを意味する。この名前はギリシャ語のコロヤンズから派生し、 コムネノス王朝のヨハネス・ニセイラ東ローマ帝国の皇帝もこの名前を使用していた。また、カロヤンは、イヴァン、ヨアンの指称語である、ヨアニッツァの名前でも呼ばれた。現代のルーマニアの歴史家は、アイオニータ・キャリンという名前で彼を表記している。カロヤン在位中の第二次ブルガリア帝国1168年から1169年の間に、カロヤンは、 タルノボ近郊の地方領主の罰子として生まれる。1187年にブルガリアの独立が承認された際、東ローマ帝国への人質としてコンスタンティノープルに送られるが、1189年頃にコンスタンティノープルから脱走してブルガリアに帰国した。ペタル4世とアセン1世が宮廷内の清掃によって暗殺された後、 カロヤンは敵対者を破って皇帝に即位した。カロヤンは兄たちが取った半島ローマ政策を引き継ぎ、アセン一世を暗殺した後に、東ローマに亡命して、プロブディフを統治していたいとこイバンコと同盟を結ぶ。ブルガリア帝国から離反して、ストルミサで独立したドブロミルフリスとも手を結び、トラキア地方のコンスタンティアを占領した。1201年に、 北ブルガリア最後の東、ローマ領であるバルナを制圧し、翌1202年には、マケドニアの大部分を、ブルガリアの影響下に置いた。1202年に、ハンガリーオイムレがブルガリアに侵攻し、当時ブルガリア領だったベオグラード、ブラニチェボ、西を占領した。1203年にブルガリアは、ベオグラードとブラニチェボを奪還するが、 教皇インノケンティウス三世が争いを仲裁するまで、ブルガリアとハンガリーの対立は続いた。1199年頃から、インノケンティウス三世はカロヤンに、ローマ教会とブルガリア正教会の合同を解く書簡を出していた。カロヤンは、皇帝の称号の獲得、第一次ブルガリア帝国時代の栄光を取り戻すことを求めて、1202年からローマと、 積極的な交渉を行った。この政治的な取引では、カロヤンは、インノケンティウス三世に大官と締めを見せや、サムイルが所持していたものと同じ王爵の授与を要求し、見返りとして、ローマ教会との関係の改善と、ブルガリア正教会が、ローマ教皇の権威を認めることを提案した。インノケンティウス三世は、情報を渋るが、結局1二百四年秋に、 数奇教レオが、教皇からの施設として、タルノボを訪れ、タルノボ大主教のバシリーに、シュザ大主教の称号が授与された。同時に、カロヤンには、王冠と王爵旗が与えられ、ブルガリアとワラキアの王として戴冠される。カロヤンは、皇帝の称号が認められたとみなして、ブルガリア人とワラキア人の皇帝を自称し、教皇に、感謝の意を表した書簡を送った。 また、書簡では取り決めに従って、ローマに習った儀式を行う保証もされた。一方で、東ローマ皇帝アレクシオス3世は、ブルガリアとの関係を改善するため、カロヤンの皇帝の称号と支配権を承認する。ブルガリア正教会とローマ教会の合同がなされた、直後、1204年に、コンスタンティノープルを占領した第4回十字軍によって、 ラテン帝国が建国される。カロヤンは十字軍に半島ローマ同盟の結成を呼びかけていたが、提案は受け入れられず、新たに建国されたラテン帝国は、旧東、ローマ領と周辺国家を征服する意図をあらわ,わにした。1205年にラテン帝国に対して反乱を起こしていたトラキアの東ローマ貴族は、コンスタンティノープルを奪還した際に別れを、 東ローマ皇帝に衰退する条件でカロイアンに援助を求めた。ブルガリアは東トラキアの住民を先導して放棄を起こさせ遊牧民のクマン人とルームセル住区長の助力によってフィリッポポリスとアドリアノープルを占領した。1205年4月14日にブルガリア軍とラテン帝国軍はアドリアノープル近郊で戦闘し、ブルガリア軍は ラテン帝国軍に対象する。ラテン皇帝ボドゥアン一世とブロワハクルイ一世は、ブルガリア軍の捕虜となり、タルノボで処刑された。セレスとフィリッポポリスの戦闘でもブルガリア軍は勝利し、ブルガリア軍は広範囲にわたる、トラキア・マケドニアのラテン帝国領を破壊した。東ローマ貴族たちは当初カロヤンの勝利を喜んだが、結局はカロヤンに反逆した。 カロヤンは彼らが住む東トラキアで破壊と略奪を行い、捕虜にした住民をドナウ川沿岸部に移住させた。かつて、ブルガリア人殺しと呼ばれた東ローマ皇帝、バシレオス2世のように、カロヤンは、ローマ人殺しのあだ名で呼ばれるようになった。1206年1月31日に、カロヤンは、ルシオンの戦いで、ラテン帝国軍を再び打ちまかし、ディモティカを占領する。 ブルガリア軍はトラキア各地の都市を破壊し、ロドストなどの都市を攻撃した際には住民に退避が勧告された。後年カロヤンが行った軍事行動には大規模な住民移動も含まれており、占領地の住民は遠く離れた別の土地へ移動させられた。聖40人殉教者協会、カロヤンの墓、デメトリウスが皇帝カロヤンを殺害した。 現代のブルガリアのアイコンカロヤンは二度目のアドリアのオプル包囲を行うが、ブルガリア指揮下のクマン人騎兵の撤退、新たにラテン皇帝に即位したアンリの抵抗によって都市の攻略を阻まれる。1207年にカロヤンはニカイア帝国の皇帝テオドロス一世と反ラテン同盟を結成する。同年9月4日にブルガリア軍はロドピ地方で、 テッサロニキ王国の君主、ボニファチオを強襲し、彼を廃止させた。カロヤンは、コンスタンティノープル攻撃の足がかりとして、テッサロニキを包囲するが、包囲中に、自軍のクマン人司令官マナスタルの裏切りによって暗殺された。遺体は、タルノボに送られ、聖40人殉教者教会に埋葬された。1972年に聖40人。 殉教者協会の中老から、禁止を織り込んだ衣服をまとったカロヤンと思われる、遺骨が発見された。発見された遺骨を検査にかけた結果、頭蓋遺骨には、若年時にできた傷が残っていた。この傷が脳を圧迫するような頭痛を引き起こし、感触の原因にもなっていたと思われる。カロヤンが没して800年近く経った後、 1999年から2005年のアイダブルガリアのニレフ効果にカロヤンの印象がデザインされた。また、サウスシェトランド諸島内のリビングストン島にはカロヤンの名前を冠した公園が存在する。カロヤンの自席を記録した資料のほとんどは東ローマ帝国やラテン帝国などのブルガリアと敵対していた国家の記録である。それらの国の文書では 彼の残酷な点が強調されているが、彼が言ったとされる残虐な行為のいくつかは指揮下のクマン人騎兵によるものである。カロヤンは敵対する権力者に圧迫をかけるときには攻撃性を発揮したが、反面民衆に対しては慈愛をもって接した。火のアンナはクマン人の指導者層の出身である。カロヤンの死後、アンナは定位散奪者のボリルと再婚する。 娘のマーリアは、カロヤンの死後にブルガリアとラテン帝国の間で、結ばれた和訳によって、幼年ながら、ラテン皇帝、アンリのもとに腰入れした。1216年に、アンリが没した時には、マーリアに、アンリ毒殺の容疑がかけられた。イヴァン、ヨアニいずれの人名も、英語のジョンに相当する。ディミトロフ、イスウソフ、ショポフ、ブルガリア一 88ページ http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス ?id イコールハッシュザマジュ &Q イコールイオニ %C5%A3%C4%83 キャリン &DQ イコールイオニ %C5%A3%C4%83 キャリン &HL イコール EN& A イコール7やルーティー4イプルル4キュースドアアボーアンドサイコールエックスアンドオイ,イコールブックリザルトアンドカラットイコールリザルトアンドリザナムイコール7アンドベドイコールレイシークロクウブグディミトロフイスウソフショポフブルガリア1 88ページ A B モリアス今イ,マイブルガリアフードと歴史122ページ C チン C ジュレスクーディヌ C ジュレスクー イストリア・ロマネーロア・ディンチ・レマイ・ベッチ・チンプリ・パナ・アスタス。ブカレスト、1975、184ページ、AB ・ディミトロフ、イスーソフ、ショポフ、ブルガリア1、89ページ、ABCDEFG ・ディミトロフ、イスーソフ、ショポフ、ブルガリア1、90ページ、モリアス、イマイ、ブルガリアフードと、歴史、123ページ、金原、 中世のバルカン、バルカン史、89ページ。ブルガリアン、ナショナルバンク、ノーツコインズインサーキュレーション、ニレフスニレフス、リトリーブドオン26マーチ2009。ありがとうございます。